成田税関によりますと成田空港の今年の上半期の輸出額は全国の主要な港の中で最も多く8兆2066億円に上りデータが残る1979年以降半期としては過去最大となりました主な輸出国は中国がトップでおよそ2兆9000億円に上ります品目別に見ると、 半導体製造装置が輸出額の半数以上を占めていて去年の同じ時期より5割ほど増加しました特に中国での需要が伸びていてこれは中国が自国で半導体を製造する傾向が高まっているためと分析されます一方輸入額は9兆300億円に上り2011年下半期以降 26期連続の輸入増加でした。